エアフルトはドイツ中央部の町で駐輪ー州の州都である。人口は約21万人。エアフルト、バイマル、イエーナにわたる州都圏にはおよそ50万人が住んでいる。エルフルトとも呼ばれる。東ドイツ時代にはエアフルト県の県都が置かれていた。エアフルトはウンシュトルト川の左岸支流で全長8 5キロメートルのゲイラ川の流域にあり、 なだらかな丘陵地帯に位置する。この丘陵地帯は、ドイツ中央部の平野がその南側に位置する、中林原の森に移行する途中にあたる。エアフルトの西3 0トルにはアイゼナハ、東2 0トルには世界遺産を要するバイマル、さらにその東2 0トルには、古い大学長のイエナがある。北側から見た、クレーマー橋1900年頃のエアフルトこの都市は、 ライプツヒの南西1 0 0トル、ベルリンの南西3 0 0トル、ミュンヘンの北4 0 0トル、フランクフルトの北東2 5 0トルに位置し、13世紀頃にはすでにヨーロッパの交通、交易の要所として繁栄していた。それはこの土地が長い期間にわたって文化の交差点であったことを意味し、それを象徴する建造物がクレーマー橋である。元は、 木製の橋が架かっており、1325年に市が架け替えて現在の原型ができたという。橋上の両側に焦点が立ち並ぶ構造は、フィレンツェのベッキオ橋に似ており、屋根付け橋ではない。この様式の建造物としては、ヨーロッパでも数少ない文化遺産の一つである。このようにエアフルトが文化の交差点となり得たのは、地理的な条件もあるが、 愛の産地の中心にあり、市内のドイツ園芸博物館、ドイチェガーティンバームジームの引き薄の展示に見るように、青色染料を取り出す加工の中心地だったことが一つの要因である。青色染料は古くは金と同等の価値があるとみなされており、長年にわたってこの町の富の集積に大いに貢献した。第二次世界大戦の戦火を免れた旧市街には、 中世から近代に至る各時代の荘厳な建築物が林立し、建築物の博物館と評する建築家もいる。旧市街のすぐ隣には17世紀から19世紀にかけて造営されたペテルスベルク要塞があり、大規模かつ保存状態の良い防備施設を見学することができる。エアフルトは中林原地方の名物料理であるブラートブルストやクロースのみならず庭園、 園芸都市としての伝統に培われたソラ豆やクレソンを活用した料理でも有名である。エアフルトがドイツのスポーツ文化の一拠点であることはあまり知られていない。ウィンタースポーツが中心であるが特に盛んなのはアイススケートである。近郊のオーバーホフではしばしばノルディックスキーの国際大会が開催される。プロサッカークラブのロートバイスエアフルトは 旧東ドイツ時代に成立した有力クラブであり、東西ドイツの統一後は、ブンデスリーガ2部とレギオナルリーガを行き来している。大聖堂宗教改革を行ったマルティンルターは、学生時代の1501年から1505年まで、エアフルト大学に在籍し、哲学を学んだ。彼が修道者を志したのは、エアフルト近郊のシュトテルンハイムの草原で、 落雷の危機に遭いながらも生還したことがきっかけであった。その意味でエアフルトは宗教改革の原点となった地とも言える。クリスマスマーケットエアフルト中央駅学校に外部の犯人が侵入して教師や生徒を殺傷するというエアフルト事件が2002年の春に発生した。ギムナジウムの退学者が母校で銃の乱射事件を引き起こし、教師を含む多数の犠牲者を出した。 現代の社会問題の先駆けとなる忌まわしい事件が最初に発生した都市として全国の注目を集めることになってしまった。なお、この事件を契機に、ドイツ国内では暴力的な表現を伴うコンピュータゲームの規制を求める世論が強まり、そうした世論を受けて公的倫理審査団体ソフトウェア事前審査機構が2003年に設置されている。 エアフルト中央駅では2005年末に大規模な改修工事が完了し、ー都にふさわしい、この地域のターミナル駅としての機能を備えるようになった。エアフルトのクリスマスマーケットが数あるマーケットの中でも大きい部類に属することはあまり知られていない。ドイツのクリスマスマーケットで最も有名なのはニュルンベルク、最も古いのはドレスデン。 最も大きいのはシュトゥットガルトなどと言われているが、壮大さに関してはこれらに勝るとも劣らない。壮麗なドームの下の広大な広場で開催されるマーケットは、東西ドイツ祭統一後、近年に至って明るく荘厳な雰囲気を醸し出すようになってきている。地元新聞、トワリングアルベマイネの連載記事、エアフルトの史跡より2012年3月31日の記事を修正して転載。 地元新聞、トワリングアルゲマイネ紙の連載記事、エアフルトの史跡2014年3月15日掲載文を編集して転載。市役所玄関に姉妹都市を記した名盤を取り付けた。ありがとうございます。